大人の問題集で爆発的に自己成長する方法。精神科医カバサワ師匠のカバチャンネル、今日はポルトガルのポルトという町からお届けしています。これからドーモ川というところの橋で渡ろうと思ってるんですけど、まあ、そこを橋で渡りながら渡るまでの間にですね、一つ質問に答えてみたいなというふうに思います。今日は質問いただきました。碇信二さん、29歳男性。アウトプット大全にはアウトプットには問題集がいいということが書かれていました。しかしながら社会人の場合、自分の業務分野に関して問題集というのがありません。どうしたらいいのでしょうかということですね。確かにですね、学生さんの場合は各教科ごとにですね、問題集というのがあります。なので本屋さんに行って問題集を買ってきてやればいい。問題集を解くっていうのが学生におけるアウトプットですよってことをアウトプット大臣も書いてあります。で、社会人の方は、ね、どうやってアウトプットすればいいのかって話になった時に、問題集ないじゃんっていうのが今日の質問ですね。はい、非常にいいところに気づかれたのではないかなというふうに思います。大人の問題集何かって言った時に、ないので自分で作ったらいいじゃないかっていうのが、まあ、樺沢流の発想でございます。これもアウトプット大臣に実は書いてあるんですね。 Q&A 集、質問集、想定問答集、対策問答集といったものを自分で作りましょうと。例えば皆さんがいろんな職業をされてると思うんですけど、お客さんからよく聞かれる質問ってあると思うんですよ。必ずよく聞かれる質問、そういったものをですね、全部ちゃんと一覧表にして質問 Q&A 形式でですね、しっかりとまとめてみるということですね。まとめることによって自分の考えが整理されるし、より詳しく詳細に正しくいい答えができるようになるということだと思うんですね。例えばプレゼンテーションの準備をするときなんかは、他の人から質問されそうなところを予想して想定問答集を作っておく、そういったことをやっておくととってもいいと思います。問題なのはですね、その何問ぐらいそういう想定問答集の問題を作っておくのかっていうことですけど、10、30、100の法則っていうのがあって、最低10個は作ろうと、でできれば30個は欲しいなっていうのが、まあ私の考えでございます。とりあえず30問ですね、自分なりのよく聞かれる質問など問題集を作って、できれば100問ぐらいの問題集を作っておく。別に 2,3 時間あればできるので、問題を考えるというのがとても重要なんですよ。自分で要するに問題意識を持つということです。問題を考えるということは、一方で問題を考えた瞬間に、まあその答えもほぼほぼ浮かんでいるので、問題を考えて答えを考えるということが、それが実はインプットとアウトプットをもうすでに繰り返していることになるんですね。まあやってみれば分かります。想定問答集を作るということがどれだけで自己成長に役立つかっていうのは、やった人しか分からないと思うので、面倒くさいとか大変そうってことで多くの人はやらないんですけども、ぜひですね、想定問答集を自分なりにですね、作っていただきたいなというふうに思います。ということで、大人の問答集っていうのは自分で作る想定問答集でございますので、皆さんぜひ問題集を作って、それをそらんじてですね、言えるようにトレーニングしておくと、ものすごく自己成長できると思いますよ。精神科医カバサワ師匠のカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。